はい、どうも、やです。むけさん、なみです。今日は久しぶりに、はい、女性向けの。久しぶりですね。女性のね、はい、視聴者さんが増えてるんですよ。増えましたね、少し。本当かどうかわかんないんですけど、はい、11月ぐらいまでは95対5ぐらいの感じだったんですけど、はい、今、8-2ぐらいなんですね。はい、20% 超えてますね。はい、超えてました。かっこいい感じの話だ。違います。似てるんですか？隠れ込みはアンチの上司です、ね、そっちの方がアンチの上司ですよね、はい、はい、だから今その女性の皆さんにも自宅でもできるような、はい、今日はストレッチです、ね、で気持ちよく体が伸びるって言えば女性すごい好きだから、ね、そういうのやってくださいと、はい、で今日は特にその姿勢ですね、背中汚いと、はい、そうそう、あ結構かっこいいですね、わかりやすいです、はい、ちょっと優秀ですね。だから後ろ姿結構皆さん見てますからね、綺麗な背中の人、はい、この辺が丸い人っていう体重落ちてもあんまり綺麗に見える。あ、そうですよね。し、体重落ちてるのになんか背中の肉が取れませんみたいな。はいはい。ね、話もよくあるじゃないですか。はい。なので、まあ、それっていうのは結局そのポーズ、ここからこう、はい、こうです。はい。が、うまく動かない。その量動いてないっていうところはやっぱ、引かしとか、はい、取れにくいので、やっぱりそこはしっかり動かせるようにしていくと。はい。ということですね、今日は。はい、今日は簡単なストレッチを2つほどご紹介していきたいと思いますので、はいはい、早速やっていきましょう。今日は今時点から家にストレッチポールがある時間にいないと言われてしまったので、はい、ホームローラー使って、はい、そしたらホームローラー持ってる人いないって言われちゃったんですけど、はい、まあ、ホームローラーの安いやつだと3000円ぐらい買えますの で、ね、まあ、3000円って綺麗な背中が手に入るんだったら買いましょう、はい、そうですね、皆さんも綺麗な背中のために、はい、ぜひ3000円ぐらいでこれ使ってやってみます、はいはいはい、ではまずこれの上に寝転がっていただいて、はい、でまあ、胸椎ちょっとこうね広いですからちょっと2箇所に分けて、はい、ちょっとあの胸椎でも下の方から先に行きましょうか、はいはい、下の方に、まあ、肩甲骨の下あたりですかねにローラーを乗せてもらって、で頭先につけてみましょう、お尻浮かしてもらって頭つけてもらって、1回息をふーっと吐き切りましょう、で肋骨がこう開かないした状態でゆっくりお尻を下ろします。まあ、今井先生柔らかいので一回でついてます。ゴムみたいに硬いのでなかなか難しい。今、まあ、これついた状態で呼吸を何回か繰り返しましょう。でちょっとこの位置を振り出しましょうか。いいですね。OK です。OK です。これであのぐっとこうなっちゃってる強度で一回。まっすぐに、はい、まあ、骨格を調整するっていうような感じでやってみましょう。もう一つ今度は胸を開く、はい、ストレッチをやってみましょう。はい、はい、ではもう一種目ご紹介していきたいと思います。あのまず膝立てた状態で寝てもらって、じゃあ右の足首を膝に乗せましょうか、はい、この状態でそのまま僕の方にパターンと倒れてもらって、はい、そうするとあのこっちの足で下の足を押さえる、これで膝が安定しますので、そこから体を反対側に振ります。でこの時に、まあ、一番胸が伸びる場所で、結構指先は遠くを触りに行くような感じで、自分で伸びる場所を探してもらって、でこの状態を作ったら、この胸に息を鼻から吸ってもらって、力を吐くと。息を吸う時に胸の周りがストレッチされて、でも息を吐くときに体がこう回るみたいな感じがあります。はい。まあ、4、5回呼吸をしたら、1回元に戻ってもらっていいんで、まあ、十分伸びたランキーさんもこれで終わっちゃってもいいんですけど、まあ、もう1セット。まあ、今井先生柔らかいんで、まあ、多分このこっちの足がフックしなくても腰回らないと思うんですけども、僕みたいに硬い人は腰がね、こっちについていきやすいんで、ついていかないようにするためにも、まあ、こっちの足で。押さえてあげるっていうのが大事になりますね。2種目背中の、まあ、胸椎の動きを出す、綺麗な背中を作って肩こりを改善していく、はい、肩こりを改善すればね、ママさんたちも、はい、ストレスが少しでも改善されて、はい、なんでまあぜひ、はい、家で試してみてもらって、なんかわからないこととかね、コメントいただけると嬉しいなと。次回は少しグレードを上げて、はい、ちょっと鍛える要素も入るようなエクササイズを紹介していきたいなと思いますので、また明日もぜひ見てください。今日もありがとうございました。